どうも、おつか、歴史くんでございます。2月9日、今日の歴史。本日2月9日は、島津義久さんの誕生日でございます。おめでとうございます。島津義久さんというと、薩摩の戦国大名。戦国好きの中では、戦国最強の引きこもりとも言われたりしてますね。まあ、僕も確かにその一面はあるなと思ってまして、さらにね、僕はね、謝罪の風呂で、ある意味、理想の上司的なところもあるなと思っているお方なんですよ。この島津義久さん自体は一般的にはあんまり知名度ないのかもしれないですね。なんなら弟の義弘さんの方がかなり有名人かと思います。まあ、関ヶ原の戦いでね、敵中突破で島津の軒口でね、帰っていったっていう逸話有名ですからね。ゲームとかでも登場するのは義弘さんですよね。まあ、そのお兄ちゃんにあたりまして、で、さらに二人兄弟がいて、4人兄弟なんですよ。上から義久さん、義弘さん、利久さん、家久さんですね。これがね、みんな優秀なのよね。だからもう大河ドラマで、島津4兄弟とかでも絶対楽しいと思うんだよな。義久さんは知名度あんまりないんだけど、やったことはすごいんですよ。まずね、三州統一っていうのをやってて、これがね、島津家の悲願だったんですよ。もともと島津家ってめちゃめちゃ歴史のある家で、初代の忠久さんは、これ源頼朝から、薩摩の国、大隅の国、日向の国の守護を命じられてるんですよ。で、さらにね、忠久さんはなんとね、源頼朝の娯楽人、隠し子という話もね、残されてんですよね。まあ、そこから始まりますんで、かなり歴史ある家柄なんですけど、その長い歴史の戦乱の中で大隅の国だったり日向の国の支配力を失っちゃう時もあったんですよ。で、戦国時代がまさにそうで、特に日向の国、今の宮崎県の支配力がほとんどなくなってたんですよ。誰がいたかというと、ライバルは伊藤さんです。伊藤家が強かったんですよ。その伊藤家をですね、木崎丸の戦いっていうので破ってですね、これ九州の桶狭間なんて言われてますけど、その勢いに乗って伊藤家を日向から追い返すんですよ。ただ伊藤家がその後、豊後の大友宗麟を頼るんですよ。で、大友宗麟が伊藤家のために、まあ自分のためでもあるんですけど、日向の国に侵攻してくるんですが、またそれをですね、島津義久さんの軍勢は迎え撃つわけですよ。そして圧勝します。これが耳川の戦いって言われる合戦ですね。だからまず、島津家の念願は果たせたわけですよ。で、さらにですよ、今度は肥前、長崎の方にも出陣するんですよ。相手はね、竜造寺高信ですよ。肥前の熊と呼ばれた、その辺りの土地を治めてたね、有馬晴信っていう武将がいたんですけど、この大名が竜造寺高信のプレッシャーがすごいと、助けてくださいっていうので、島津義久さんを頼って、島津家は肥前の方まで軍を出して、その沖田の宛で竜造寺高信を破って、さらにその竜造寺高信を討ち取るんですよ。もう圧勝です。で、竜造寺家は衰退していきますけど、まだ九州にはその大友家がいたので、今度は大友を狙うわけですね。これをね、宝薩合戦と言いますけども、宝はね、豊後の豊ですね。で、薩は薩摩なので、まあ大友と島津家の戦いなんですけど、島津家がまあめちゃめちゃ強いんですよ。で、ほぼほぼ九州統一するまで行くんですが、そこで大友宗麟が秀吉の力を頼ってね、秀吉の大軍が九州に上陸してくるわけですよね。それで激突するんですけども、これで島津家はじゃあすぐやられたのかというと、そうじゃないんですよ。勝つんですよね。最初ね、へつぎ川の戦いっていうのがあって、あの大将は戦国って漫画のね、主人公になってる戦国秀久ですけど、秀吉軍ね。で、その秀吉軍にいた長宗我部信親、これ元親さんの子供ですけども、もう討ち死にしちゃったりとか、島津家が大勝利を収めてんですよ。だからすごいでしょ、島津義久さんの時代の島津家。ただこれね、ほとんど弟たちの活躍なんですよね。一応、耳川の戦いは島津義久さん参戦してるんですけど、そこも弟の家久が大活躍してるんでね。で、その遡ると木崎丸の戦いっていうのも、これ義弘さんが大活躍してるんですよ。竜造寺高信を討ち取った沖田縄手の戦いも、これ家久さんが大活躍。で、秀吉軍を破った辺津川の戦いも、これ家久さんが大活躍。義久さんは薩摩にいますんで、なのであだ名が戦国最強の引きこもりと呼ばれてるわけですね。ただ僕が謝罪のプロというのはなんでかというと、結局島津家は秀吉のその九州征伐に敗れてしまうわけですよ。で、そのまま島津家は領地没収かというと、そういうことではないんですよね。最後の最後で義久さんが登場するんですよ。頭を丸めて秀吉に謝りに行くんですよ。太平寺というお寺ですよ。そのお寺にね、義久さんが秀吉に謝っている像がね、あるんですよ。行ったことないんで見たいな、生で。それで秀吉はそこで許してんですよ。で、あと謝罪それだけじゃないですから、次の天下人家康にも謝罪してますからね。最初の方にお話しした関ヶ原の戦いですね。島津義弘は西軍について関ヶ原で戦ってしまってますので、
しかも島津の軒口の時に島津軍は徳川四天王の井伊直政も狙撃して、さらに初陣を迎えてた家康の四男の松平忠義さんも負傷させてますからね。だからそんな許されるはずがないんですが、義久さんは謝罪がうまいのかな。これは全て私は知らないところで行われてたことで、全て義弘が弟が独断で進めたものですというような、かなりパワープレイで乗り切ったっぽいですね。まあ、義弘さんはちょっと気の毒ではありますけどね、まあ、島津家を守るためということですからね。でね、義久さん個人的に残念なのはね、肖像画が残ってないんですよ。あの明治時代になると神道、まあ、神様の方が中心になったから、お寺とか仏教っていうのは不必要なものだっていう考え方が生まれちゃって、お寺とか仏教を弾圧したりする時期があったんですよ。それ廃仏毀釈というんですけども、その時にね、島津家の菩提寺である福生寺が壊されちゃってるんですよね。でお墓は残ってんですが、そのお寺に伝わってたものっていうか残ってないんですよね。おそらくね、肖像画とかも伝わってたはずだとは思うんですが、だからどういう見た目してたとかなかなかイメージしづらいんですよね。まあ、性格上のヒントだとね、出陣する前にやたらくじ引きを引きまくってたとかね、歌詞にね、上井里風さんっていう人がいて、そういう人がね、日記残してて、上井格言日記っていうのがあって、そこにね、記されてるんですよ。もう少子みたいな、これは愚慮だとかね、言ってるんですよ。まあ、愚かで笑えるみたいなこと言ってるんで、まあ、愚痴なのかいじられてんのかね。だから少し心配性なお方だったのかな。いや、見た目も含め、どんな人だったんでしょうね。まあ、だから、島津家のトップとして、責任を取って、謝罪してくれるというのは、まあ、理想の上司とも言えるなと思ったんですが、関ヶ原の時は弟義弘のせいにしてんだよなということで、以上2月9日今日の歴史でした。今日も一日頑張れ歴史。